はい、どうも秋山ペイソンです。よろしくお願いします。はい、ということで本日は久々のテニスデイです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、ちょっと以前出ていただいた中学生の時のご友人のゲンさんというね、秦野の大会でペアになった方がいるんですけども、この方からお誘いを受けて今回強豪クラブチームに潜入してみた。イエーイ。こんな感じですよ。今回ですね、そのクラブチームというのがグリーントマトクラブというソフトテニスのねクラブチームらしいんですよ。グリーントマト、すごいお名前ですよね。楽しみですよ。こんな感じでですね、今からちょっとツーリングしつつクラブチームに向かいたいと思います。ゲンさん曰くね、もうみんな上手いから多分お前じゃ無理だよみたいな言われてるんで、マジでやっちゃいますわ僕。いやでもね、本当いい天気ですよ最近ね。もうずっと梅雨でね、テニスもねできてなかったんでね、こういう日はね本当貴重な日ですよ。同じにネボだ、ニタボがいたぞ。今日向かうテニスコートね、多摩川のね通り沿いのテニスコートらしくてね、風も気持ちよくて良さそうだね。いや僕ね、結構皆さんソフトテニスって風吹いてると嫌がる人いるじゃないですか。僕もね嫌なんですよ。今回その心配はねありますね。ただね、もう風を操ってやるよっていう感覚で僕はね本日挑みたいと思いますのでね、今日できたらちょっとクラブチームのちょっと強いやつ出てこいやっていう感じで、ちょっと出てきてもろて、出てきてもろてね、そこはね恥ずかしがらずとも出てきてもろて、で僕とね元君でね、ちょっと悪い言い方っていうか、ちょっと乱暴な言い方になりますけど、ボコっちゃおうかなって。はい、じゃあとりあえず会場に着くまでスキップで。すごっ、めちゃくちゃ人いる。いいじゃん、めちゃくちゃ混んでるし、めちゃくちゃ人いるし、すごいじゃんけ。おドラッグスター、あれか、あれっぽいな、あのテニスコート。でもどうやって下るんだこれ。ああしんどい。じゃあここグリーントマトの方ですか。あ、いいですか、荷物置いて。あ、すいません、よろしくお願いします。あ、いいですか、すいません、はい、ありがとうございます。すいません、はじめまして、秋山ペイソンと申します。あ、ありがとうございます。お願いします。皆さんご存知あげの通り、秋山ペイソンさんが、いやいや、知らない人が多いと思いますよ。すいません、秋山ペイソンです。本日よろしくお願いします。お願いします。知らない人いるいるでしょ。いや、いないですよ。あ、マジですか、ありがとうございます。皆さん知ってます。あ、本当ですか。で、あれ、なんか撮影、はい、撮影もし可能でしたら、本日ちょっとお邪魔したっていう動画を撮りたいんですけど、もし無理だよって方がいらっしゃったら、ちょっとそちらの方は、まあ、OK です。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。すいません、じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうもー、秋山ペイソンです。よろしくお願いします。僕一番最強なんで、僕に勝てる人挑戦しに来てください。よろしくお願いします。いや、すいません、お願いします。いや、お願いしますね、よろしくお願いしますよ、本当にありがとうございます。はい、ということで、ただいまから練習をするということで、練習が2時間終わってから、試合2時間という形でね、ちょっと頑張っていきたいと思います。本日はね、もう本気でね、もう皆さんをね、小声で言いますけどね、ボコボコにしますからね。よろしくお願いします。おいでしょ、お前。とりあえず球出し終わったけども、この後何するんすか。わかんないんかい、兄貴。兄貴、この後何するんすか。初めてなんですか、お兄さんは。そうですね。先輩が一緒にボールやってきて。あ、そうなんですね。ですって。
早玉。ということで、ただいまですね、練習がいろいろ終わって今から試合です。ちょっとね、グリーントマトさんね、レベル高いんでね、僕がね、入ってね、どんだけね、戦えるかね、やってきたと思いますよ。よっしゃ、行ってきましょう。
瞬殺でした。試合が終わってお開きです。お疲れ様です。前回ね、大会に一緒に出た玄君です。結構あの動画好評だったんだよ。これ再生回数結構すごかったよ。玄うまいっつって、まあ、合ってんじゃないの、俺と玄はペアでって。今年大会出よう。無理無理、もうない。もう無理。お前が断りすぎるからもう無理だわ。もう俺もいろいろいるから候補が。そうね。じゃあそう。でもね、その中でもね、玄を選びます。はい、お願いします。はい、お願いしますじゃないんだよ。ます。そんな感じで、はい、今回はちょっとゲンさん率いるグリーントマトさんにね、ちょっとお邪魔させていただきました。もう皆さん上手くてね、もう手も足も出ませんでした。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。